イバン・カンポラモスは、スペイン・サン・セバスティアン出身の元サッカー選手、元スペイン代表である。ポジションは DF、または MF。本来のポジションは、センターバックであるが、イングランド遺跡以降は、センターハーフとして起用されることが多かった。初期の経歴1993年に、セグンダ・ディビシオン B のデポルティーボ・アラベスからデビューし、2シーズン半プレイした。 1996年1月にバレンシア CF に移籍し、1995から96シーズン後半戦は、レアルバレアドリードにレンタル移籍すると、セグンダディビシオン降格からチームを救った。1996から97シーズンも、レアルバレアドリードでプレーし、1997年夏にバレンシア CF に復帰したが、すぐに昇格したばかりの RCD マジョルカに、 完全移籍した。マルセリーノ・エレーナとセンターバックのコンビを組み、5位という、好成績で1997から98シーズンを終えた。レアル・マドリード1998年夏、レアル・マドリードに移籍した。1999から2000シーズンには UEFA チャンピオンズリーグ優勝に貢献し、フルス・バレンシア CF と対戦した決勝には、フル出場した。 2000から01シーズン以降は出場機会が減り2002年8月にはイングランドプレミアリーグのボルトンワンダラーズ FC にレンタル移籍したボルトンワンダラーズ FC2003 年夏ボルトンワンダラーズ FC と3年契約を結んで完全移籍を果たした8月19日に行われたトッテナムホットスパー FC との開幕戦では GK ポール・ロビンソンがゴールを開けていたのを見て放った43ヤードの距離からのロングシュートを決めた。サム・アラー・ダイス監督は試合後にシーズン最高のゴールになるかもしれないと語った。センターバックからセンターハーフにコンバートされ、すぐにボルトン・ワンダラーズ FC の戦術に適応したが2006から07シーズンにはイエローカードの提示枚数で リーグワーストの称号をも得た。2008年5月、ギャリー・メグソン監督は、カンポとの契約を更新しないと発表したため、カンポは2007から08シーズン終了後に、ボルトン・ワンダラーズ FC を離れた。UEFA 欧州選手権2008が終了した、すぐ後、カンポは、ボルトン・ワンダラーズ FC のサポーターに当てて、クラブとより良い別れ方ができなかったことを公開する。 内容の手紙を書いた。イップスウィッチタウン FC2008 年8月11日、フロリダチャンピオンシップのイップスウィッチタウン FC と契約し、9月30日のバーンリー FC 戦で初得点を挙げた。2008から09シーズンは17試合に出場し、ロイ・キーン監督はシーズン終了後に官報を放出した。エクラルナカ FC2009 年12月、 キプロスセカンドディビジョンのエクラルナカイフシーに加入した。2009から10シーズン終了後、36歳で現役引退した。1998年3月25日、BE5 で行われたスウェーデンとの親善試合で、スペイン代表デビューした。同年夏にはフランスで開催された 1998FIFA ワールドカップに出場したが、グループリーグ敗退に終わった。 フルーツ飲料のテレビコマーシャルに出演したことがある。二人の男性がシャツを脱ぎ捨てて、胸を裸け、タトゥーを見せるというコマーシャルだった。イングランドのプレストンには、カンポが、イプスウィッチタウン FC と契約してから結成された、イヴァンカンポというインディバンドが存在する。ありがとうございます。